立花は、大日本帝国海軍の駆逐艦で、桜型駆逐艦の二番艦である。同盟艦に、立花型駆逐艦の、立花があるため、こちらは、立花や、立花愛などと表記される。1911年4月29日、舞鶴海軍交渉で、寄港。1912年1月27日、浸水。同年6月25日、春港。 1919年から1925年まで、河南、河北の沿岸警備に従事した。1932年4月1日除籍。1933年1月1日、廃駆区間第5号と過少。1936年5月28日、廃線。日本海軍史、第9巻、第10巻の召艦履歴及び、艦報に基づく。 軍艦基本計画資料シート59によると、立花の完成常備排水量は679.748トン。日本の駆逐艦 P293 では、全長82.29メートルとしている。帝国海軍機関士、第13表、列国聖艦一覧表そのの6によると、立花の実数値は11,256馬力、30.22ノット。 海軍制度遠隔11から2ピアニッシモ1072から1073昭和3年艦船用目公表範囲では、艦本式4、駆逐艦の本文中の表では、関数4機となっている。ありがとうございます。